こんにちは、すじのこです。今日はポケトルの更新日、メガサーナイトはね 17,967 位で、サーナイトナイトをねゲットすることができました。1万以内にはね残念ながら入れずです。さあ今日は何が出るんでしょう。トルネロスが登場しましたね。開催期間中1日1回しかチャレンジできない特別なステージにトルネロスが登場。わお、ちょっとめんどくさい。期間中1日ごとにゲットのしやすさが上がっていくので諦めずに挑戦しよう。なるほど、16日までですね。でもちょっと早めに紹介したいので欲しいとこですけど、パワーアップやメガスターとか、コインはねだいぶ復活しましたよ。8万9000まで復活しましたね。さあサファリの方はラクライ、ダルマッカ、オドシシ、ヒヒダルマ、ライボルト。懐かしいな、ライボルト出なかったね。オドシシって言ってた覚えがあるもん。ライボルトもねなかなかいいメガ進化ポケモンだったので、でもあんま使ってないね。なのでゲットしてない方はねゲットしてみてください。サファリはやる必要ないかな。さあじゃあトルネロス、スーパー1日ワンチャン、なんかネーミングがすごいね。スーパー1日ワンチャントルネロスやっていこうと思います。ちょっとアイテム使いますね。もうね情報をチラチラ聞いてて、ノーアイテムじゃ相当きついと。雪ふわさんもね倒せなかったって言ってたんで、ちょっとパワーアップぐらいは使おうかな。でね、バリアのお邪魔があるみたいなんで、バリア消しあたりが欲しいとこじゃないかな。よし、クレセリアとか入れてみようか。どうしようかな。効果抜群ポケモンじゃないけど、バリアは消えてコンボはしやすくなる。そう思ったら別に悪くはないと思うんだけど、バリアがね2列にわたってあるらしいんでね、メガスタートをちょっとケチっていってみましょうか。手数プラス5とパワーアップを使っていきましょう。よし、じゃあ行ってみましょう。ちょっと1回は倒したいんでね。ああなるほど、こういう感じのバリアですね。ふむ、クレセリアが揃えて、ああここか。バリア消し来い。うむ、結構お邪魔までに時間ありますね。あと5なんで、バリアはそんなにひどくはないか。バリア消しするぐらいの、バリア消しが必要なほどではないかもしれないね。バリア消し、ああ残念。ちょっと待てよ、バリア消し。バリア消しが全然効いてくれないし、全然良くないぞ。なんかアゼンはちょっと適当に動かしすぎだな。雷光の5つの力の準備に入りつつ、5つの力、ああいいね、1080。バリアは、ああまずは鉄ブロックに変えてきましたね。で残り2になりましたんで、頻度が高くなっていくのかもしれない。ちょっとコンボする形が全く見えないな。いやいや、ちょっと参りましたねこれは。あー鉄ブロックがどんどん増えていくパターンね。なんか全然いい感じで動かせてないな。いやー参ったな、ちょっとやばい、倒せないかもしれない。パワーアップ使ってるのに。ようやく電流がメガ進化しましたね。やっぱメガスタートが必要か。メガスタートがあれば全然問題ないねこれね。確かにノーアイテムじゃきついわ。手数プラス5を使ってますからね、使ってこれですからね。まあクレスエリアがちょっと余計だったけど、かなりのね厳しさでした。さあポケモンゲットタイム、
初期は 9%。 うん、スパポリセットを使って、ゲットできなかったら終わりましょう。はい、スパポリセットを使っていきます。明日はちょっと、もうちょっと、あー残念。ただ明日いっぱいコインを使うことを考えたら、もう一回やってもう一回やって5000コインを上乗せしてゲットしても別に悪くはないよね。ということで投げていきましょう。ここで捕まってもまあ OK。 これで捕まんなかったらやめます。本当にやめるよ。はい、でね、戻ってきたらもう挑戦できないと。で、明日の3時以降にもう一回挑戦できるということでしょう。ということで明日はちょっと本当にね、ガチで捕まえに行きたいと思います。さあ、それじゃあね、メガサーナイト使ってみましょう。電流ステージで、よし、メガ進化しました。おー、かっこいい。さあ行きましょうか。メガ進化効果が左右5マスのポケモンを消すということで、ルカリオの横バージョンでしょうね。行きましょう。ドン。なるほど、今十字だったから横の効果が先に発動されたってことか。縦だったら縦ドドドンっていくんだよね。うん、なんか可愛いな、音、可愛い音がしますね。キルリア、キルリアみたいな可愛いぞ。ちょっともう一回聞いてみよう。いいね、なんかトライアングルを鳴らしたみたいな。キラーン、ちょっと耳に残りますね。キラーンいいな、耳障りのいい音がしますね。キラーン、あ、でも効果抜群が、効果抜群ポケモンじゃないからなかなか HP はね削れてませんね。横が優遇されるのかな。さあ4列ドーン。いいね、ルカリオぐらい使えるかもしれないな。もしかしたらルカリオも使えますからね。これから重宝しそうな気がします。もうすぐ終わるかな。はい、ということでメガサーナイトは目がキリッとしててね、可愛い感じで、なかなか横のね、横のお邪魔に強いですね。縦のお邪魔に強いのか横と縦が頭がごっちゃになっちゃった。縦のお邪魔に強いんだよね。だからルカリオが苦手な縦のザラーンとしたお邪魔に、サーナイト非常にいいんじゃないでしょうか。攻撃力もね、マックスまで上げたら90まで上がるんで、なかなかね、育てがいのあるポケモンだと思います。ということで明日はね、トルネロスをガチで、捕まえに行きたいと思います。それじゃあ今回はね、トルネロスのステージ紹介とメガサーナイトのね、効果の検証をしてみました。よかったらね、また明日も見てください。それじゃあ土の子でした。